どうも、ベッキムです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日も張り切って日本物を紹介していきます。それでは早速いきましょう。今日11月8日は何の日でしょうか正解は11月8日のごろにちなんでいい歯の日です。そこで今回は健康的な歯をいつまでも維持して食べ続けたい大好きなつけ麺を皆さんに紹介していきたいと思います。 今回は愛知県は名古屋市にありますこちら、つけ麺まるさんを皆さんに紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速行きましょう。レッツゴーさて、今回皆さんに紹介したいつけ麺屋さんは、名古屋でおすすめのつけ麺店まるさんです。つけ麺まるさんは、魚介の味がしっかり出ている濃厚なスープを熱々にした石焼きの器で提供することが人気の理由の一つでもあります。 今回はそのおすすめの丸輪つけ麺全部のせを注文しました一体どんなつけ麺が出てくるんでしょうか注文したつけ麺全部のせが出てきましたいかがでしょうかこの石鍋に入っているつけ汁がふつふつと沸騰している様子がうかがえます そして全部のせのトッピングといえばこちらチャーシューが5枚乗っていてさらには煮卵がついていて麺の上には海苔が乗っています一体どんな味がするんでしょうか早速漬け汁から飲んでいきたいと思います一口漬け汁を飲むと豚骨鶏ガラ野菜鰹節など煮込んだスープのような感じがしてとても濃厚さを感じることができましたそしてこの漬け汁に麺をつけて食べていきたいと思います こちらで使用されている麺は太麺の平打ち麺で一口食べると小麦粉の風味を感じることができて舌触りはツルツルとしていてもちもちと食感がとても美味しいですトッピングされているチャーシューも漬け汁につけて食べていきたいと思います一口チャーシューを食べてみると油でギトギトしていないんですがとても食べやすいチャーシューのように感じますこれなら5枚トッピングされていてもペロッと食べてしまうほど美味しいです つけ汁の中にはこのように極太のメンマがトッピングされていますので食べると非常にコリコリした食感でとても美味しいです。続いてはトッピングされている煮卵も食べていきます。この煮卵は黄身がトロトロで半熟感がとてもたまらなくてこのつけ汁と食べるととても美味しさが増すように感じます。 つけ麺丸まるわさんは愛知県でもトップクラスでもう1位2位を争うぐらいの本当に美味しいつけ麺屋さんでございますので愛知県に訪れた際にはぜひ立ち寄っていただきたいなと思いますまるわさんのスープはとろみがあってよく麺と絡むんですよねおまけに味というのは濃い甘みと程よい塩加減が効いていて和風よりのスープで煮干し系魚介の風味をしっかり感じることができますそして麺はびっくりするぐらいコシがあって 本当にもちもちしています。とても食べ応えのあるつけ麺になっております。ちなみに今回訪れた丸和さんの春田本店というのは名古屋市なんですけれども、ちょっとアクセスに不便かなというふうに思います。ただ、最寄りの駅からはそう遠くはないので、ぜひ訪問していただきたいと思います。訪問する際におすすめの時間帯というのは平日の開店直後の30分以内であれば空いていますので、ぜひその時間を狙って行ってみてください。 最後までご覧いただきありがとうございました。今後も美味しい日本のグルメなど多数日本物を紹介していきます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは、See you!